あなたたちは、私を殺したんですもの。私はね、小さな頃は泣き虫だったの。そんな私をね、父さんはよく叱っていたわ。そんなことでどうする心身ともに鍛えてやるってね。私の家は剣道の道場をやっているの。 そのせいか私も物心ついた時には剣道をしていた。弟も剣道をやっていたから。道場はおそらく弟が継ぐことになるだろうと思っていたけど、それでも私は一生懸命稽古したわ。父さんが私のことを思って厳しくしてくれていることは分かっていたんだ。そんな期待や思いに応えたかったから。 それに私、剣道が本当に好きだったし。だから、それなりに強くもなれた。でもね、弟と、母さんが、交通事故に遭ってしまったの。弟は足を悪くして、母さんは亡くなってしまった。そんな悲しみを、父さんと、 弟と、家族三人で、何とか乗り越えて。弟が剣道を辞めてしまったから、きっと道場は私が継ぐことになる。できれば、同じように剣道をしている男の人と結婚して、なんてことを考えたり。<laughs> でも私、人と話すのが苦手で、 本当、私の取り柄は剣道だっけ。そんな私でも人を好きになったことがあるのよ。中学生の時に、ね、相手は同じ剣道部の人だった。私、その人の気を引こうとして頑張って。その人に勝ってしまったの。でもそれが、 プライドを傷つけたみたいで。それから、避けられるようになって、結局、卒業するまで告白できずに終わった。我 <laughs> ながら不器用よね。さすがに落ち込んだわ。そんな私をね、友達は慰めてくれた。その友達は。 小さな頃から一緒に剣道をしていて、とても明るくて楽しい子なの。いつも私と弟と一緒にいてくれる。本当に楽しくて明るくて、いつも私たちを笑顔にさせてくれる。一生の親友。人生と呼べるような長さを生きていない私でも、ね、それなりに、 いろいろあった。苦しかったり、悲しかったり、悩んだり、笑ったり、苦しかったり。本当に、本当に、楽しい毎日だった。そんな、普通の毎日が、続くと思っていた。そして、いつかまた、 好きな人ができたら、今度こそちゃんと告白してデートに行って。 あなたと一緒に、道場が告げたら、どんなにいいだろうって。あとは、時々でいいから。友達や、弟たちと顔を合わせて、楽しい話に花を咲かせて、染みでいい。穏やかな毎日を。毎日を。わかるあなたたちが面白半分におかして 人生があったこれからもあるはずだったそんなこと、考えたこともない想像もしなかった友達といる時も。 なぜそんなことを言うのよ今更そんなことを言うぐらいなら最初からしなければいいじゃない二度と私の前に顔を見せないで。